ロイヤルアゼール皇帝紫を象徴する歴史的杉ライト南アフリカホットアゼール地域杉ライトのパイオニアロイヤルアゼール創始者アイカーゲンロイヤルアゼールは杉石の特に紫系のものの宝石としての呼び名日本語ではロイヤルアゼルとも発音される杉石は1944年岩木島で発掘され村上誠英博士が1974年に 杉健一博士の名にちなんでつけたが、欧米諸国では、杉ライト、ルブライト、ロイヤルアゼール等で呼ばれている。ロイヤルアゼールの、ロイヤルは、アイカーゲンが紫杉ライト特有の高貴な紫色に着目し、インターナショナルマーケティングの元西洋風、皇帝紫と日本古来の皇室紫に共鳴し、ロイヤルという言葉を使った。アゼールは、 南アフリカのホットアゼール地域で発掘されたことに起因する。この地域は、夏季は平均温度が40度を超える日々が続くということもあり、地域の人々に地獄の暑さと呼ばれたことが由来である。南アフリカのダイヤモンド業者、アイカーゲンが1981年に会社をロサンゼルスにオープン、ハリウッドスター、上層階級に宝石として紹介し、一般向けとして、 パワーストーン商品を紹介する。1980年代にはニューエイジムーブメントとパワーストーンブームが杉ライトのマーケット化に大きく貢献する。1984年から1985年勢力的なマーケット活動に成功し、杉ライトが欧米にロイヤルアゼールとして定着する。クリスタルヒーラーの草分けである J& はパワーストーンとして 杉ライトを愛好しその名は一躍世界的に普及した。1980年代にはアメリカを中心にニューエンジムーブメントが起こり、パワーストーン愛好家の中で異常とも思えるほどのブレークをする。杉ライトは世界三大ヒーリングストーンの一つとされている。 abhttp www.mindate.org m i n 2 6 5 11, 2, 1 1 h t m l m i n d a t e o r g 2 0 1, 1, 1, 1, 1, 1 3年12月13日閲覧 abchttp コロンスラッシュスラッシュ www.ne.jp スラッシュアサヒスラッシュラピススラッシュ fluorite スラッシュ galer4 l スラッシュ 256sugi と html 好物たちの庭カリフォルニアの業者はロイヤルアゼルロイヤルアゼルという2013年12月13日閲覧 abc モダンジュラースーギリットザモーストイマジナティブエクステンシブマーケティングオブスーギリットアズエージュエリーゼムアズアンダーテイコンイン1984から1985バイアイカーガンエーサウスアフリカンディアマン ファームザットハドオープンドアンオフィスインドサンゼルス。http コロンスラッシュスラッシュ www.art-exprests.co.jp スラッシュコラムスラッシュコラムスラッシュ 09.7column2.html 回紫は別に古代紫、ローマ紫、帝王紫などとも呼ばれ、2014年3月3日閲覧。 http://k-o-ji-m-r.sakura.ne.jp://pdf-3:/3:/1:/6.pdf-search=" h 水古天皇16年、二色紫縫い、折と五色の両ら良良。水天皇16年、二色紫縫い、折と五色の両ら二2013年10月10日閲覧。 ありがとうございます。